くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞー。上機嫌だな。今日は午後フリーだからワインでも買いに行こうかなって。それなら中の人が独断と偏見で選んだおすすめのワインを聞いていかねえかい。あら、それはありがたいわ。教えて。知っておきたい、フランス料理人が選ぶ、おすすめワインランキング。3位、トレバロン。南フランスのプロアンス地方で製造されるワインだ。赤白両方あるぜ。プロアンス地方って地中海に面したリゾート地ってイメージなんだけど、ワインも作ってるんだね。ちなみにどんなワインなの？オーケー、細かい解説になるが聞いてくれよな。トレアロンは品種カベルネソーイニオンの作付け比率が AOC 原産地統制故障上の規定よりも多いため、レ、ボード、プロアンスを名乗ることが許されていないんだ。しかしその味は間違いないぜ。AOC って、泡の立つワインを何でもかんでも、シャンパン、って呼べないことと関係ある。深く関係しているぜ。ちなみに、シャンパン、はフランス、シャンパーニュ地方にて伝統的な製法で作られた発泡性ワインのことだぜ。ふむふむ。伝統的なワインには使っているブドウの品種や栽培、醸造にそれぞれのスタイルがある。産地の個性を守るための法的な規制が AOC ってわけね。そうだぜ、レ、ボード、プロアンスは、プロアンス地方の最西端の AOC だ。赤ワインの生産シェアが約6割もあり、熟成能力に優れていて飲み応えもあるぜ。へえ、知らなんだ。それでトレアロンはどんな味なの？今回は中の人に直接聞いてみたぜ。お店で飲んだ時に香りがとても良く、まるでトリュフのような香りでした。酸味とコクのバランスがとても良かったです。トリュフと聞くと高級そうで体がうずき出すわね。美味しそう。霊夢は前世でトリュフを掘り当てていたのかもな。私さがら油田掘り当てたから、前世の記憶持ち。しかもイノシシ界、にぃ、リースリング。ドイツやフランス北東部のアルザス地方で栽培されている白ワインの品種だぜ。名前は聞いたことがあるけど、よく知らなかったわ。リースリングは酒樽での高密家が行われず、品種の持つ個性で勝負するという点が特徴だ。ブドウの品質がダイレクトに反映されるため、産地ごとのテロワールが現れるぞ。余計な手は加えず、素材で勝負するシンプルな白ワインなんだね。どんな味なのか気になるわ。聞いてみたぜ。これはフランスでビストロに行き、シュークルートと合わせて飲んだ時に相性が良すぎて今でも忘れられないワインです。少し甘さがあり、とても美味しいです。中の人はシェフになる前にフランスに留学して、約1年フランスのレストランで修行したんだって。その時のエピソードらしいぜ。へえ、おしゃれ。現地で飲んだって言われると美味しさの説得力が増すわね。世相が落ち着いたら海外で現地の料理を味わいたいぜ。霊夢はどこに行きたい？メキシコ、テキーラ、ショット、酒豪だったか。1位、コートロチェ。険しい山脈に囲まれたフランスのオーヌ地方の中で、トップクラスに君臨するワインだ。気温差が激しく、夏は厳しい暑さになることから、焼けた丘、コートロチェ、と名前が付けられている。また、信じられないような急斜面にブドウ畑が広がっているぜ。平生産者さんは大変だ。1位の味、気になる。どんなワインなの？聞いてみたぜ。シラーというブドウ品種を使っていて、わかりやすく言うと重たい赤ワインです。お店で飲んでからハマってしまったワインです。ちょっとスパイシーな感じとコクがたまらんのです。重くてスパイシーとは、まさに大人の味だね。パンチの強い肉料理と合わせて飲むのもいいだろうな。そそるぜ、これは、やーはー。ということで今回はフレンチシェフが独断と偏見で選んだおすすめワインランキングだったぜ。これから酒屋に行ってこの銘柄を探してみるよ。もちろんワインについてわからないことはお店の人に聞くのが一番、自分の好みを見つけるヒントにしてくれたら嬉しいぜ。ぎょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら他の動画も見て、ゆっくりしていってね。